何ですか？ストレスが溜まってしょうがない、いい解消法はないかということですか？ストレス解消法なんてね、探せばいくらでもあります。いいですか？カラオケで叫ぶとか、スポーツをするとか、趣味に没頭するとか、あと家の壁を壊すとか、車で猛スピードで壁に突っ込むとか、まあね、言うとキリがないですね。ちなみに私はストレス解消に没頭するがあまり、何度も逮捕されました。言っときますが、ストレス解消法なんて解消できたら何やったっていいんです。私は人を殴ったり、強盗したり、万引きしたり、放火したり、結構やりました。ただ、人殺しだけはやってません。人だけは、ダメですよ。絶対に。え？何です？全部やるつもりはない。まあ、それがいいでしょう。やめときなさい。